い、こんにちは。ですね、今日月曜日で定休日なんですけど、あれ首絞めてねえや。ちょっと止まろう。失礼しました。定休日なんですけどね、天気もめっちゃ暑いんですよ今日。で、本当は朝ね、Z で秩父の紅葉を見に行こうかななんて思ってたんですけどね。昨日の夜仕事終わって家帰って、珍しく娘がリビングにいたもんで、うちの娘一応今ね、大学でデザイン系の大学なんですけど、映像の方をなんかやってんですよ。で、もちろん、アップルのパソコン使ってやってんですけどね。たまたまリビングにいたんで、ちょっと前、教えてくれって言ってね、もともと私が使ってるビデオスタジオ、それの顔のぼかしのかけ方とかね、それ追従するのかとか、それからこの間、パソコンの中に入ってて発見したパワーディレクターどっちが使いやすいみたいな話をしてたらね、夜中の3時ぐらいまでなんかそんなことやってたらね、まあまあ朝起きらんないっすよ。それで朝からちょっと店の方で作業してまして、で、まあ今日の冒頭、なんでハローワークから始まったかっていうと、うちのね、ちょっとスタッフの、いわゆる退職のその手続きをしに今来たんですけど、まあまあ、そんな感じで、でもあまりにも天気いいんでね、まっすぐ帰る気もしないし、どうしようかなと思って、まあでも Z 出してどっか行くほどのもう時間もないし、みたいなところでちょっとさまよってみようかなと思ってます。で、まあいろいろと今、その昨日ですね、夜編集ソフトをいじるっていうのもそうなんですけど、あとこの、また、インカムのね、インカムじゃねえや、アクションカムのね、マウント変えてみたんですよ、少し。で、ちょっと今、だから映ってると思うんですよ、バイクが。ハンドルの部分がね。まあこれ今、アプリリアなんで、これが Z になるとどっかなとは思うんですけど、まあいいんじゃないかなと思って。どうしよう、Z に乗り換えてみようかな、今。まあそれもいいかもですね。いやー、天気いいけど、この後雨降るとは思えないですよね。今日一応予報では夕方、雨予報なんですけどね。そんなわけでね。そんなわけで、まあ撮ってみたんですよ。で、明日、うち、昼休みなんでね。まあいろいろやることはあるんですけど、どうしよう、明日朝から行っちゃおっかな、秩父。名栗湖とか、あの辺今紅葉いいらしくて、あとはどこだっけ、去年も行ったんですけど、東郷神社って言ったかな、299号線沿いの。ちょっと登るんですけどね、山登りがあるんですけど、山登りってほどじゃないんですけどね。まあ、名栗湖と、それから名栗湖のちょっとしたところの鳥居観音、あそこも登るんですよね。だから、鳥居観音はちょっと厳しいな。嫌だな。ちょっと行きたいなとは思うんだけど、どうしよう。まあでも、これ、画角はいい感じっすね。いやー、今日は失敗した。本当にこんな暑いんだったらね、絶対どっか走り行くべきだったわ。いやー、失敗したなー。もう今年最後でしょ、こんな暖かいのね。参った。本当に参ったわー。もうないよ。
こんなポカポカ陽気 C は。まあそんなことでなんとなくまたつぶやいてみました。はい、それではさよなら、バイバーイ。はーい、というわけであまりにも天気がいいのでやっぱりこっちにも乗りたくなりました。まあでもね、時間がもう時間なんでちょろっとっすよ、ちょろっと。やっぱこっちだとハンドル、あ、ちょっと見えるかな。はい、そんなんですね。ほんとまっすぐ、まっすぐになってない。またこれ俺の携帯が曲がってんだな多分な。いやほんと今日はね、損しましたね。損したっていうかやっぱりまあ、昨日の夜遅くなっちゃって朝5時に起きたんですけど、さすがにね2時間の睡眠で行くのもどうかなっていうのもあったし、やっぱりね先週の西伊豆で結構なんか一泊ツーリングで達成感というかなんか走り切った感が強くてっていうのも多分あると思うんですよね。で、まあ今年はもうこれで多分12月入っちゃうんで、12月中はさすがにいけないからね。まあ明日ちょっと午前中起きれたらやっぱり行こうかなって感じですかね。また正月はねみんな休みだろうからどうなんだろうな。まあ家で家族といなきゃいけないっていうのもあるし、だからまあ1日の日はちょっとね動けないですけども、2日3日あたりでどっかね千葉の方とか行きたいなとは思いますけど、去年もなんだかんだで行ったのかな千葉の方ね。うん、確かそうだね、去年行ったんだ。で、今年の正月はちょっとね、私のちょっと持病が出まして、正月はバイク乗れなかったんですけども。いや、渋滞してんな。はい、そんなわけで、ちょい乗り、マウントインプレッションでした。いや、気持ちいい。ほんと今日ね、気持ちいいぐらいあったかい。もう止まってると暑いぐらいですからね。いやー、なんでこういう日に行かなかったか悔やまれます、つくづく。はい、そんなわけで、つぶやき動画でした。何の内容もなかったですね今日は、失礼いたしました。それではさようなら。